こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ポインシアナのリズムパターンっていうのをやっていきたいんですけど、ポインシアナっていうのはこの曲があるんですね。この曲を。で、有名になったのは、アーマド・ジャマルの演奏なんですが、このパターン、ポインシアナという曲自体をやるかって言うとあんまりやらないんですけど、このパターンのアレンジってあるんですよ。で、ポインシアナのパターンねって言われた時に、わかんないと困るみたいな。で、パターン自体はですね、僕はさっきの演奏では、僕はこうやってやってました。僕このパターンでやるのが好きなんですけど、実際は右手でここの時のハイハットはなしなんです。で、これニューオーリンズのビッグホーって言って 1&2&3&4&1&2&3&4&が基礎のパターンなんですって。なので、バスドラも多分これで演奏しています。で、僕はこれ苦手なんだ。で、裏拍がベースがダーンダッタダンタンタンドーンパンパランパンパンダーンパッパバンパンパン、裏拍のところの裏裏をよく聞いて、そこに開いてあるパッパバンパンパンドーンパッパバンパンに合わせるようにしてください。 B のところがツッタンツッタンダタッタララのところをツッタンツッタンダタッタララっていう風になってて、で、アクセント入ってダンダンダダン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 っていう決めをやるんですね。で、この B のところのこの決めは結構アレンジによってハマるときはベースとドラムが自動的にこの決めをやるので、よければ覚えておきましょう。 AABA で A やったら、そしたらもう次はもうソロというよりかずっとピアノは同じグルーブをしてて、ドラムもずっとグルーブを一つ変えて、ピアノに合うグルーブを変えて、ずーっとやり続けるんですね。で、2コーラス目はドラマはどうやってやってるかと、こっからライドに行くんです。というパターンでやってます。で、2コーラス目のやつでずっと超えて、で、B メロのさっきの決めは、夢のところもライドでダン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 っていう風にやってましたね。なので、このライドで裏打ちで、僕は裏打ちも結構こうやってやるんですよ。感じで左手でソロしたいんですけど、まあライドこっちの方が右手の方が多分器用だし自由にできるから、これをシンコペーションブックで練習しておくと、っていう風に、せーの、っていう風にドラムソロができるということですね。で、3コーラス目のグルーブが、4コーラス目が、むずいですけど、で、最後の5番目は、に毎回聞こえるんですけど、全部ゴーストで叩いてるように聞こえるんですけど、まあ難しいんで、僕は、でいいんじゃないかなと思いますが、こういうグルーブをいっぱい覚えておくと、ソロっていうのもランダムにもやってますけど、基本的にはずっと同じグルーブをキープし続けて、まあ、ピアノとグルーブし続けてこうテンションが上がっていくみたいなイメージなんですね。エンディングは「タ・ド・タ」。
ずっとこっちこういう風でやればいいけど、僕的に結構テクテクにやったと思うんですけど、まあこういう感じです。元曲はこういう感じですけど、こうやってグルーブしていくことによって、まあポインシアナのアレンジものっていうのは使えるかなと思います。なんかこうすごい雄大なね、大地みたいな感じのフレーズだと思うんですけど、僕これハーリン・ライリーが叩いた時にはあまりにもこうリズムが雄大すぎてびっくりしましたね。もう学生の時ですけど、素晴らしかったと思いますね。ハーリンがあのアーマードジャムでやってるやつも下に貼ってあるので、ぜひ一回見ていただければ、ドラムソロめちゃくちゃかっこいいんで、っていう形で練習してもらえばポインシアナは一応攻略できるんじゃないかなと思います。まあまあ攻略できるなんて僕なんか大それたこと言えるわけでもないですが、一応こういう解説にしておきます。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。